ミートピア。ハンバーガー、食べ物じゃなくて人を食べる怪物だったんだ。期待して損じちゃったよ。まあいっか。じゃあこれ俺ね、キャプテンファルコンから1000円もらった。いや、かわいいな。かわいいんだけど。普通にかわいいの来たんだけど。料理付き送料。いや、なんかね、さっき入り直したんですよ、旅人町に。そしたらなんかね、配役勝手に変わってたわ。で、ツイッターで見たね、人たちに変わってたわ。ツイッターで死ぬほど見た人たちに変わった。みんな使ってんだな、やっぱ。俺も使ってるわ。氷の大地。ね、魔王を倒した後にも行けるもう一つの場所ですね。なんか氷とか聞くとなんか最終局面に近いイメージあるよね。なんか雪国。RPG にありがち、雪国ね。見て、どうか一面真っ白。雪がふわふわだ。ほんとだね、ふっかふか。幻想的だね。すごいね。というわけでね、銀ちゃん。銀ちゃんなんだ。ね、敵もね、雪国らしいもんが出てきました。はい。いけ!ほら!まあでも今回 NPC のソウルとか強くね?ね。シナリオ進行にとってのさ、NPC がさ、ソウルなんはめちゃくちゃ強くない?回復してくれる可能性めっちゃ高いよ。まあ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 、どうかいけ!発射!多いねー。今回戦士系多いな、にしても。旅の疲れで険悪なムード!また来たな。またやっとる、もうアンラとティラで喧嘩しとる。またちょっと、多いってそのパターン。後半に、ああ、回ったか、こう、結構格好が。多いなぁ。過去の出会いを覚えているかな?今日のクイズは私は誰?いやー大丈夫。過去の出会い。そういうのもあんの?え、でも覚えてる覚えてる。さすがにだって自分が配役したら覚えてるよ。自動配役の人とかだとこういうのってさ、わかんないかもしんないね。覚えてる覚えてる。姫マスゾウ。自分で配役したら覚えてんだろ、普通。はい。二問目ね。怠け者、サムラゴーチ。自分で早くしたから覚えてるっつったんだけど、絶対覚えてんだよ。もう爆笑して、笑いながらこっちは早くしてんだよ。もう愉快に早くしてるからね。元魔王、あ、元大魔王ってなるんだ。へぇー。まあ、この人しかいないよ。自分で早くしたのを忘れるわけないじゃん。星でも見ない?お、星イベントだ。前回なんかここで魔物欲しいって言ったんや。流れ星来るかな?今度も魔物寝顔。雪国の星っていいな。綺麗な空だね。あ、流れ星!お!え、流れ星、どうしようか、何願おうかな。魔物欲しい。また言うとる。また言っとる。魔物欲しいと思っとんねん。もう叶うのに。叶うな、そんな願い事。叶うな。宝箱来たよ。あ、流れ星がプレゼント。はい。怪物。もう、わざとやん。もう、ここに。そのパターンもこの前見たわ。いい格好させない。こら、あれな、割り込む。お、割り込むな、割り込むな。改めて自分の雪女って女に切る。雪女はなかなかね、ネーミングセンスありますね。ないな。ここ雪女何すんの。またの嘘の気か。イライラしとる、イライラしとる、イライラしとる。ちょっとやる気がない。ちょっとイライラし始めたんやけど、あんながなんか足パタパタさしとる。もうちょっと扱いづらいな、みんな。急に後半になってなんか仲間割れが激しくなってきたぞ。大丈夫か?インテリビルの行動。なあ!うわ、乱射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 、大丈夫か?味方に当たるの?味方に当たるの?よし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 。味方に当たるから。ふんふんふん。カーム。ああ!いや、さすがに僧侶の頭が良すぎるな。やっぱ僧侶いいな、こうしてみると。あ、鼻息でいいや、これ。はい、鼻息やっちゃえ。はーい。なあ、強い。あ、ごめん。こっちこそ。
それで終わっちゃうんだよな。なんかもっとなんかさ、あの時のやつがやりたい。あの時の感じのがやりたい。あの時のあれ、ありがとうチラっていうのがいいんやけど、その、この一言で終わっちゃうとなんかあっさりしててさ、なんかもっともっと深くしてもいいのよ。さあ、奥地まで、まあ場所まで来ました。雪男だ。確かにわかりやすい。あいつが雪男です。まあ雪男とか雪氷だというか、わかりやすいな。さあ、とりあえずストーリー上はまあ、これイエティって、イエティ、俺の知ってるイエティと違うな。俺の知ってるイエティもっと丸っこいんだけど。さあ行きましょう。普通に殴ってけ。リリア様、風から吹かしたリリア様。さあ慎重、しおちゃん、しおちゃん慎重で行く。見えるか、行きますわ。見えるか、手伝うぞ。スラッシュ、いい、自分の方が強い。あ、冷凍パンチ、痛い。冷凍パンチ強くね。え、何、氷だった。ふんふんふん。キュアオール、ありがとう。いや、僧侶優秀。あー、カームはダメなんだ。じゃあ、氷になったって以上は、下げるか。しゃあないからな、折っても。氷の人を折ってもしゃあないって。慎重で準備しとって暇なかったぞ、お前。まあいいや。全員凍らんでよかったわ。3人で殴って、リリア様、とりあえず火力源は自分とリリア様なんで、なぜ僧侶が火力源になってるのか意味わかんないんですけど、氷が溶けた。寒かった。ビッグウェポン。え、それって札束がでかくなるんだけど。おーい、お金でかくなっとる。お金でかなってるモデル。うわ、クール、よーし。クールが強いな。よし、安全地帯から出そう。しおちゃん安全地帯から出して、で、普通に殴る。まあ大丈夫だよ。普通に攻めていこう、攻めていこう。1、2。リエさん、メガファイヤー、打点がね、いい、いい打点取ってる。大丈夫か、さっきから。しおちゃん、なんかそうやってしたらさ、すぐになんか次のターン凍らされるだとか、すんの気がするんだけど、大丈夫か、大丈夫かこれ。お前もう無能だわ。お前もう無能だわ。無能だわ、こいつ。こいつ無能だわ。何をしたいの。ふんふんふん。リダレクション。いや、ミーク優秀だわ。ちょっと待って、NPC 優秀すぎるんだけど。この僧侶が優秀すぎないか。おーい。俺もダメだー。キワオール。しおちゃんがあまりにもさ、あの、性格とね、あの、敵の行動とね、職業や性格が一致じゃ、やめとけもう。お前もう多分無理だ。お前は多分ね、成功しないわ、これじゃと。あ、やばい、下げよう、下げよう、下げよう。見えるか、いや、爪取りで奪っちゃおう。逃げ、帰り、爪取りで奪っちゃおう、お前も帰り。よし。この僧侶の方が、幾分か優秀やな。ピンチです。分かっとる。分かっとる。回復したろ。なんとか生き残ったらね、しおちゃんも。よし。メガファイヤー。しおちゃん来たか、ようやく来たか、しおちゃん。おい、うん、87、弱い。2ターンかけて87。よし。もうティラだけ、ティラとリリアで全てが終わってんだよ。ふう、なんとかやっつけましたね。あの雪男、超魔王が作った怪物みたい。超魔王、いざしちょ、恐ろしいです。さて、それでは。手伝ってまたお礼をどうぞ。ありがとう。私はここで失礼します。あとは何人かの願いを叶えていく形だろうけどね、この調子で。うお歌う魔法使い、シーシー。何かね、ちょ、今どういう出しでしょ、知らないな。うん。あ、でも、そういや、友人のクリームパンがなんか言ってたな。クリームパン。クリーパンは今雲の上に、クリーパンは今雲の上にいる。なかなか破壊力の高いセリフだな、これ。雲の国のね、あの、クエストが増えましたんで、ここで、雲の国が解禁されますね。行きましょう。おー、雲の国、もう雲って言うともうラスダンの一歩手前みたいな感じがしますが、皆さん、ラスダンの一歩手前です。行きましょう。雲の国。なんかいろいろもうさ、なんか立ってるのすごいな、なんか。
発展してるよ。雲の国になんかちょっと発展してんだけど。絶対ここに住んでる人いるだろうと思いますが、皆さん朗報です。町などありません。見てどうか、ここ雲の上だよ。見て、雲ってふわふわ、そもそもなんで歩けんの雲って歩けないはずなんだよな。本当だね、もふもふしてる。わーい。うわーい。そんだけ気にしないの落ちないのとか。さあ、この電信的なね、曲に乗せて、雲の国、行きましょう。電子的なんだよね、曲が意外と。雲の曲が。あーれー、ちょっと待って。で、敵もすごいやっぱメカだな。雲の上ってメカかって言われると僕は首かしげるけど。なんかすごいメカ的な敵が多いんだけど。あんだ行ってこい。鼻息？鼻息だね、やっちゃえ。あんなー、多いねー。残っちゃうか、やっぱ。さあ、トーカさんとクライカ頑張って。あ、結構食らうな。まあ、こんなもんか。おーい、トーカさん、避けてはい。あー、バカ気づくの遅い。クライカ、トーカさん、よし、この二人が強い。いいね、この曲いいよな。後半の BGM とは思えないぐらい軽快な感じ。オッケー、意外と軽く出んの。おい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 、ちょっと待って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 。はい、お前はいつもそうやってもう暗いかも。ん、ちょっと待ったー、雲の上でもやってくる。ご存知ミスタークズバン、アブさんなんで来とん雲の上でも来てる。過去の出会い覚えてる。あ、こういうやつか。まあ、大丈夫だよ。さすがに覚えてる。自分が配役したやつなら絶対覚えてるからね。水、俺がやったの楽だらけだから。はい。私は誰？いや、大丈夫、大丈夫。俺が間違いなら楽だだけだよ。大丈夫だよ。はい。ラブコクアイリン。わかりやすいわ。こいつしかねえよ。大丈夫。てか、やたら、そのさ、大魔王の主張多いな。元大魔王の主張多いな。レズティア。はい、わかります。だって自分のリアル友人だもん。リアル友人わかりますよ。大丈夫、大丈夫。外したらどうしよう。おう、あー、みんな服装は一緒なんだ。で、どの人ってニッキー配役したから覚えてるよ。一人ボーンファイターいたんだけどね、一人ボーンファイターが。目立つなー、ボーンファイター。補欠をヨッピーに変えて、ね、リアル友人つながりで、ちょっとヨッピーに変わってもらおうけど。大丈夫か君たち HP。なんで俺だけ HP こんな高いんだちょっと待って。なんかさ、能力格差がすごくない？どうなってんのこれ。これドーピングの差が出すぎてるかもしんない。なんか俺だけなんかラスボス挑んだ後みたいになってる。レベルも違うしな。てか、主人公がパーティーから外せない以上、絶対主人公は強くなっちゃうけどね。OK! あんだ！とりあえずね、でも3人にもちゃんと頑張ったし。まあでも15ぐらいやったら大丈夫だからね。というか。むしろこれ自分が食らったとしてもね、多分どんぐらい？はい、OK。まあ避けていく。自分がもう完全にね、不沈要素みたいになってるからな。OK!ちゃんとダメージ出てんね。ちゃんと装備も買い替えてるっちゃ買い替えてるからな。ビッグウェポンああ、CC さんそういうことすんのね。俺この人知らないんだよな。なんかどっかにいそうだな。どっかの部位にいそうだな、こいつ。なんか殴っとるけど。魔法使い殴らんで。まあでも自分が一番火力出んのは相変わらずだな。僧侶なのにね。不思議だね。何リザードマンそっぽ向いとる。なにこいつ、俺の知ってるリザードマン全然ちゃうぞ。でもなんか剣と盾持ってんのは一緒だな。俺のし。なんでお前そんなそっぽ向いてんのなんでこいつそんなそっぽ向いてんのこいつら。なんで後ろ向いてんの大丈夫、盾ガードとかない？なんでこいつ、あ、待って、強い。大丈夫、大丈夫。アンラが今、フラスを振ったな。激薬フラス、これ多分もう、一匹持っていける。一匹大丈夫。あー、まあまあまあ、十分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 。オッケーオッケー。あ、痛い！自分で 22？ うわ、自分で22ってことは相当食らってるわ。オッケー、から焼きでドン !87 強い、熱い時期、笑った特番発射じゃーらら、メガファイヤーと、うわちょっと待って、強くねえか。アンコール？ついえ。さあ、お口に来た、あれこのクリームパンさんって人がちょっと顔取られてますけど。クリームパン UFO! クリームパンっていうからどんなんか期待したけど、こういう人か。俺、旅人の街で、
ここの NPC は見れるんだけど、依頼した NPC は見れないからね。さあ、ミカコブリ。で、パーティーもね、クライカーが風から復帰したんでね、入れました。で、リリー・アンラに囲まれております。クライカーはここのね、状況からいかに頑張れるか期待したいところですね。はい。よし、行こう。あー、強い。ちょっとみんな行くの？みんな行くの？はい、みんな行く。どん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 。そら強えさ。リリーさん、メガファイヤー。強いよ、お前。100出たか。いよいよ。何？あー、HP バナナ貴重なの回復源が取られた。返してもらえないのに。あ、あの硬いね。ビッグエポン入るか。ビッグエポン入ったらだいぶ出るよ。多分。うわ、でっかい。いけ。101。クレイカリリアが手助けで何すんの？扇風機好きだなぁ。リリアの方が強いじゃねえかよ。てか、リリアの方が出てたな、今。本人が30やってる、リリア60出てたんだけど。それはどういうことなの、一体。あー、普通に殴っちゃうか。メガホイヤーもう、やめい、それ。せっかくさ、俺集めてきて、スピードのスイートランド置いて返してもらえへんのに。25。まあ、でも、比較的そんな、強い相手でもないから、大丈夫やと思うけどね。今んとこほとんど吸い取ってるから、全然こう食らってないもん。なんだかんだで。クレイカ！リリアと仲いいね、君。いけ、わーい！いやー、またそういうわけわからんことし始めた。ラーララー、メガホイヤーシーシーがちょこちょこいい味出すんだけど。いけ！119。リーさん、メガホイヤン。いや、強い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 。そればっかやな、お前。お前、それしかせえへんのかい。ただの外野グリになっとるやんか、さっきから。全部 HP バランス吸い取られとる。気づいたら。ただの外野グリやんけ、俺、お前、ただの。ぶっちゃけ1回しか行動してないからさ、その吸い取る以外の行動。比較的楽だな。キュアオール。この辺り回復挟んでさ、コンスタントにリリアとアンナがダメージ与えて、クライカー立ってるだけがお仕事。おーい、クライカー立っとるだけなんかさっきからそこに。クライカー一体何しとんねん、あんなのがクネクネして一人で。いいねー。扇風機それしかせえ。ラーラー、メガファイヤー。通じ、終わるなあ、終わるなー。まあ、いいか。おい。あ、大丈夫。最後メガホイヤードンそらそうもなりますで。何したかったんや、こいつ。すまんなさあ、この場で返してもらえるわけですね。これみ、誰だ？俺わかんねえ。まあ、シーシーわかんなかったからな。ちょ、どこが目なん？すげえとこに目ついとるよ、君。うむ、戻ったな。うん、戻ったなの声じゃないでしょ、顔じゃないでしょ。雲の国の友人、クリームパン。クリームパン、久しぶりだな。怪物になってたらびっくりしたぞ。ところでクリームパンよ。この人が話を聞きたいそうだ。ああ、これお願い叶えて。あ、え、重要人物じゃん、クリームパン。チオマ王ですか。少し前にそれらしきものを見かけましたよ。ええー、空を飛ぶまがまがしい影。あれが超魔王だったのかな。そいつはどこへ。あ、そういえば、その時上空に巨大な塔が見えて、影は塔の方に消えました。確かあっちです。あ、なに、おーい、超魔天狼、超魔王ユータシャツの居場所を見つけた。ありがとう、助かったよ。これでラスダン、もう本当に正真正銘のラスダンだな、こりゃ。ドラゴンによって行ってみよう。